佐藤澄香です。今から透明感のある美肌を作る体操をお伝えします。肌がですね、くすむ原因、これは一番はですね、ズバリストレスです。あなたもストレスが溜まってませんか？今こんな大変な状況の中で、今まで普通にできていたことができなくなっている。あちこち出かけることもできなければ、常にマスクをしてアルコールの消毒をしてもずっと気を使ってますよね。このような状態が続きますと、もうストレスがどんどん溜まります。また特に女性は、仕事に子育て家事、また中にはご両親の介護をされていらっしゃったり、高齢になってきたペットのお世話等々、女性って本当にいろんな役割があってもう大変ですよね。そんな中でどんどんストレスが溜まっていってしまうと、あなたの自律神経のバランスがどんどん崩れていってしまいます。そうすると女性ホルモンのバランスも崩れてしまうわけですから、結果肌がくすんだり顔色が悪くなったりするわけです。なので解決策はこちら、骨格模型です。でこちらの部分が骨盤ですね。そして背骨の下、逆三角形の骨、仙人の骨と書いて仙骨と言います。この仙骨が女性ホルモンの分泌に深く関係している場所ですから、今からお伝えする体操でこの仙骨に刺激を入れて、透明感のある美肌を作っていきましょう。このことが解決策です。はい、それでは今から3つの手順でお伝えします。まず1つ目です。仰向けになっていきます。はい、この時両足は揃えましょう。そして両膝は立てた状態を作ります。そして両手は床に、手のひらは床に置いた状態でスタートします。はい、それでは手順の2つ目です。ゆっくりと腰から胸を一直線になるように持ち上げていきましょう。ではいきます。はい、このように一直線に持ち上げた状態で16カウント数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それでは手順の3つ目です。16カウント数え終わりましたら、ゆっくりと胸、背中、腰、お尻の順番で下ろしていきます。今の動きを1セットとして3セット行ってみましょう。また腰が少し痛いなという方は無理をせずに1セットからスタートしてみてくださいね。そしてこの動画を繰り返し見ていただいて、繰り返し実践していただくことで、あなたの透き通る美肌を作っていきましょう。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。